なってきてしゃ嬉しいござりもせ。さあこれよりは侍忍者賞の国にござる。こたび皆に見ていただくのは我らが主君徳川家康様人生最大の危機と言われる神君伊賀越えの様子にござる。神君伊賀越え、ちょっと難しいような感じがいたすな。わかりやすく言うと徳川家康様が敵から追われる身となった時に我ら忍びが家康様の命を助けた、道中お守りしたという出来事にござりもす。さあこの忍者賞のさなか、先ほど申したように家康様人生最大の危機ということで我ら忍びの力だけでは伊賀の山を越えることができないやもしれぬゆえに、先ほど忍者体操を踊ってくれた小さき姫様ムカ様、そして先ほどまだ踊っておらぬが大人のお客人の皆にぜひやっていただきたい忍術があるのじゃ。それがこちら先ほど忍者体操の中でもやった忍びの忍術ござりもす。ではみんなまねっこしてやってみてくださりませ。大人のお客人もお願い出すぞ。二本指を出します。その指を閉じて右手が下左手が上、右手刀左手が鞘じゃ、刀を鞘に収めて胸の前じゃ。これが忍者の遠い刀の忍と書いて遠いじゃ。これは集中力を高める効果があります。もしこれから伊賀の山を越えるときにどうしても皆の力が必要になったときには助けと拙者が申すから、その時はこの忍を思い出してくださりませ。ではこれよりは神君伊賀越えの様子ご覧いただく。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせん主君、徳川家康様の命は我らがお守り申す。いや、敵が次々と襲う家康様に、この伊賀を越えていただかねば家康様なさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためにも我らの使命は家康様を無事岡崎城へお連れすることじゃ。今こそ伊賀者豪華者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、服部半蔵様に力を貸してはいただけぬか。はっ、承知。こっちじゃ。リンブロン、ここは拙者にお任せを。お頼み申す。遠い。しよ。有心はそう。家康様を守り抜く、神宿し今かその時者覚えておる
よ。家康様、無事岡崎松陰ご帰還じゃ。忍びの者たちよ、果たしけない礼を申す。我らは家康様に仕えし、この功績により我らは鳴海伊賀衆として旅立て、服部半蔵様はその棟梁となり、現世によみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げてまいろうぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産はぁ。このようにして我らの主君家康様は無事伊賀の山を越えたのでした。ありがとうございます。ということで我らは伊賀の山を越えることができたが、しかしながら皆我らが何者であるか何も知らずに協力をしてくれたのではないかということで、ぜひ宗主殿、我らのことを皆に紹介お願いいたします。あ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は主君である徳川家康様に仕えた棟梁服部半蔵正成様を中心に、愛知のさまざまな武将観光をより一層盛り上げるべく現世によみがえり申しました忍び衆でございます。ここ名古屋城にて毎日おもてなしを、そして土日祝日にはこのような侍忍者ショーを行っておりますです。それ以外にも他に我らの重要な任務がございまするな、リンドロー。さよう、セントロー。セントロー、一番職員だと事故を利用した我らの元上に情報収集にございまして、現地の SMS なるものでも任務をいたしております。例えば、スイッチュー、インスタグラム、ファッションがいい、YouTube、テクテファッションがいい、こちらのいくつでも任務をいたしておりまする。ゆえに、サムライ忍者賞を得たのちや、お手持ちのカラクリ機にて服部半蔵忍者隊と検索し、援軍フォローよろしゅうお頼み申しますね。ありがとうございました。それでは最後は我らの剣舞をご覧いただこう。白虎即とご覧あれ。忍びたる者を忘れはせぬ。心に合えば辛くとも共に生きる民のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。皆持っておるカラクリを取り出し、
打ち手を取ってくださいまし、まあまあ、うん、あ、では少しお待ちかけよ。では真ん中じゃ、さあ、かっこよく構えて、いざ、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。じゃあ最後、あ、よく語りござります。じゃあ最後、じゃあ最後です。いざ、一つ、二つ、三つ、よっついぜーぜーさあ、よしよし。で、それでは三決になったところで終わりです。おしまいにござりますが、これよりは名古屋おもてなし部長隊の演舞の極上、そのまま楽しみにお待ちくださりませ。ありがとうございました。